の次男源の頼朝、義経兄弟とはいとこにあたる。木曽義仲の名でも知られる。平家物語においては、朝比将軍と呼ばれている。持ち人王の領事によって、挙兵、とから逃れたその維持を、北陸軍として擁護し、栗から峠の戦いで、兵士の大軍を破って入居する。連年の飢金と荒廃したとの治安回復を期待されたが、 治安の回復の遅れと大軍が、都に居座ったことによる、食糧事情の悪化、後位継承への介入などにより、後白河法皇と不和となる。法十字合戦に及んで法皇と後鳥羽天皇を、幽閉して、正統大将軍となるが、源の頼朝が送った、源のよ頼、義経の軍勢により、合わずの戦いで撃たれた。大日本六十四章より、 シナノ・アキラ将軍・ミナモト・ヨシナカ、大番西切れ T ・カワウチ・ゲンジの一門で、東宮大東先生を務めた、ミナモトのヨシカタの次男として生まれる。幼名はコナオーマル。ヨシカタは、武蔵国の最大勢力である、秩父・シュゲタカと結んでその娘をめとるが、ヨシナカの聖母は、遊女と伝えられる。ヨシナカの前半生に関する資料は、ほとんどなく、 出生地は吉方が館を構えた、武蔵国の大倉館と伝えられる。平家物語や、源平清水記によれば、父、吉方はその兄、吉友との対立により大倉合戦で吉友の、長男、吉平に撃たれる。当時2歳の駒尾丸は吉平によって、殺害の命が出されるが、畠山茂吉、斉藤佐盛らの計らいで、信濃国へ逃れたという。 アズ鏡によれば、駒大丸は父父である、中原金藤の腕に抱かれて、信濃国木曽谷に逃れ、金藤の肥後家に育ち、通称を木曽次郎と名乗った。いぼ兄の源の中家は、吉方の死後、京都で、源の頼政の養子となっている。原平清水記によると、信濃の国安住郡に木曽という山里あり、吉仲ここに居住すと記されており、 現在の基礎は当時美濃の国であったことから、吉中がかくまわれていたのは、今の東地区郡、朝日村という説もある。諏訪大社に伝わる伝承では一時期、下社の宮司である、金指市森住に預けられて修行したと言われている。こうしたこととも関係してか、後に、手塚三森などの金指一族が挙兵当初から、 中原一族と並ぶ吉仲の副讐となっている。吉仲間の銅像。共恵御前と並ぶ自称四年、持人王が全国に兵士だ倒を命じる領事を発し、おじ、源幸家が諸国の源氏に挙兵を呼びかける。八条院蔵人となっていた兄、中家は五月の持人王の挙兵に参戦し、頼政と共に宇治で討ち死にしている。基礎吉中は、 尾身、尾身の戦い、ゴ田の戦いに勝利し、同年9月7日、吉中は兵を率いて、北進の源氏法救援に向かい、そのまま父の丘陵である、多子軍のある、上野国へと向かう。2ヶ月後に、品野国に戻り、小さ型軍与田城にて挙兵する。上野から品野に戻ったのは、頼朝あるいは、富士製足利氏と衝突することを避けるためと、言われている。 翌年の実証五年六月、小さ型軍の白鳥河原のに、基礎州、朔州、上州州など三千0を集結、越後国から攻め込んできた白女諸を横田河原の戦いで破り、そのまま越後から北陸道へと進んだ。樹影元年、北陸に逃れてきた、持人王の維持、北陸宮を擁護し、持人王挙兵を継承する立場を明示し、また、頼朝と結んで、 南島野に進出した、武田信光ら海源氏との衝突を避けるために、頼朝、信仰の勢力が浸透していない北陸に勢力を広める。樹齢2年2月、頼朝と敵対し、敗れた、志田義弘と、頼朝から追い払われた行家が義仲を頼って、身を寄せ、この二人の叔父を庇護したことで頼朝と義仲の関係は悪化する。また、 平家物語、源平清水記では、武田信光が娘を義仲の着男義高に嫁がせようとして断られた腹いせに、義仲が、平氏と手を結んで頼朝を打とうとしていると残言したとしている。両者の武力衝突寸前に和議が成立し、3月に義高を人質として、鎌倉に送ることで頼朝との対立は、一応の決着がつく。 平らこれ森を大将に平家は十万の大軍を率いて、北陸へ。越前日内城の戦い、ひきりが、城、三城屋の戦いで勝利した兵士は、加賀、あたけの関と連戦連勝で破竹の進撃を続け、基礎税の築いた城を攻め、越前、加賀、越中の基礎軍の城を攻略し、越前、加賀の国も支配し残るは越中のみ。基礎吉中の四天皇の一人、 今井金平は六千の先遣隊を、平家平森都市の先遣隊が陣を張る繁屋屋を、奇襲する。この奇襲が功を奏して、平家軍が、栗から峠の西に戻ることになる。5月11日、越中国都並山の栗から峠の戦いで十万、とも言われる。平これ森率いる兵士の北陸追悼軍を破り、続く篠原の戦いにも勝利して、勝ちに乗った。 吉中軍は沿道の武士たちを急合し、破竹の勢いで京都を目指して進軍する。6月10日には越前国、13日には大見国へ入り、6月末に都への最後の関門である延暦寺との交渉を始める。雄筆の大武房革命に書かせた頂上の内容は兵士に味方するのか 源氏に味方するのか、もし役と兵士に助力するのであれば我々は大衆と合戦することになる。もし合戦になれば、延暦寺は芝叩く間に滅亡するだろうという、いささか恫喝めいたものだった。7月22日に、吉中が、東東総茂地院に上閣を構えたことが明らかとなる。また、源の雪家が、伊賀方面から進行し、 安田義定ら他の源氏武将も都に迫り、摂津国の忠だ綱も不穏な動きを見せるようになる。25日、都の防衛を断念した兵士は、安徳天皇とその異母帝、森貞親王を擁して西国へ逃れた。なお兵士は、後白河法王も伴うつもりであったが、危機を察した法王は、比叡山に登って、身を隠し、都落ちをやり過ごした。 7月27日、後白河法皇は義仲に同心した山本義経の子、西木部家ゃ義高に守護されて都に戻る。平家物語では、この24年見られなかった源氏の白旗が今日初めて都に入るとその考えを書いている。義仲は、翌日28日に入居、雪家と共に、蓮華王院に参上し、平氏追悼を命じられる。 二人は相並んで前後せず、序列を争っていた。三十日に開かれた、苦行議定において、訓行の第一が、頼朝、第二が、吉中、第三が行家という順位が確認され、それぞれに異界と人国が与えられることになった。同時に、京中の老石の取締りが吉中に委ねられることになる。吉中は入京した。 同盟軍の武将を周辺に配置して、自らは、中心地である九十の守護を担当した。8月10日に、干渉の樹木が行われ、吉中はした左馬頭、樹語し下、左罵を越後守る、雪家は、樹語医下、貧乏神に任ぜられる。16日になると、吉中は、伊予神、雪家は、備前神に、セった平家物語ではここで、吉中が、 朝日の将軍という称号を得て、義仲と雪家が人国を嫌ったので、義仲が、源氏総領下に、ゆかりのある、伊予神に、雪家が、備前神に、選ったとしているが、義仲と差があるとして、不満を示したのは雪家のみで、義仲が忌避した記録は見られない。後白河法王は、天皇、神義の返還を兵士に求めたが、交渉は不調に終わった。やむを得ず、 都に残っている高倉上皇の二人の御子三宮か篠宮のいずれかを擁立することに決めるところがこの際に吉中は今度の対抗は自らが衰退してきた北陸軍の力でありまた兵士の悪性がなければ持人王が即位していたはずなので持人王の系統こそが正当な口頭として 北陸軍を即位させる、洋比永山の信行を介して朝廷に申し立てた。しかし、天皇の御子が二人もいるのに、それを無視して、王の子に過ぎない、北陸軍を即位させるという口頭を無視した提案を、朝廷側が受け入れるはずもなかった。摂政、九条金実が、王者の沙汰に至りては、人身の際にあらずというように、武士などの皇族、貴族にあらざる人が、 皇位継承問題に介入してくること自体が、皇族、貴族にとって不快であった。朝廷では義仲を制するためのお占いが数度、行われた末、8月20日に、四宮が戦争した。兄であるはずの三宮が退けられたのは、法王の長妃、単語局の無双が大きく作用したという。いずれにしても北陸軍水郷の一件は、 伝統や格式を重んじる法王や苦行たちから、宮中の政治、文化、歴史への知識や教養がない、そやな人物として疎まれる契機となるに十分だった。山村に育った義仲は、半ば貴族化した、平氏一門や幼少期を、京都で過ごした頼朝とは違い、そうした世界に触れる機会が存在しなかったのである。また義仲は、京都の治安回復にも、 期日を要した。要はの基金で、食糧事情が極端に悪化していた京都に、遠征で疲れ切った武士たちの大軍が居座ったために、遠征軍によると野周辺での略奪行為が横行する。9月になると、およそ近日の天下武士の外、1日存命の、計略なし。なおつて上下多く片山い中等に逃げ去ると、うんうん。四方皆塞がり。 機内近辺の一両、合わしながら借り取られ終わりぬ。端部残らず。また、京中の片山及び、神社仏寺、神奥在家、ことごとくもって追伏す。その外的不慮の前途を衰、グルッショの症状の運上仏、多少を論ぜず、気仙を嫌わず、皆、モテ奪い取り終わりぬというありで、治安は悪化の一途をたどった。京中守護軍は、 吉中の部下ではなく、雪家や安田吉貞、大見源氏美野源氏摂津氏などの混成軍であり、吉中が全体の統制ができる状態になかった。平家物語には、老石亭主の命令に対して、都の守護に認じる者が、馬の一匹を飼って乗らないはずがない。青田を飼ってマグザにすることをいちいち咎めることも、あるまい。兵糧前がなければ、 若い者が片隅で挑発することのどこが悪いのだ。大臣家や宮の御所に押し入ったわけではないぞ、と吉中の開き直りとも取れる発言が記されている。後白川法王は19日に、吉中を呼び出し、天下聖ならず。また、兵士法一、舞いこと不便なりと責めた。立場の悪化を自覚した吉中はすぐに、兵士追悼に向かうことを想像し、 法王は自ら権を与え出陣させた。義仲は失った信用の回復や兵糧の確保のために戦果を上げなければならなかった。義仲は復信の樋口金光を京都に残して張馬国へ下校した。義仲の出陣と入れ替わるように朝廷により友の申し状が届く。内容は平家王領の神社仏寺領の本社への返還。 平家王領の隠偶諸家領の本、無視への返還、幸福者は残罪にしないというもので、いちいちの申し上、吉中等に静しからずと朝廷を大いに喜ばせるものであった。10月9日、法王は頼朝も本意に服して、斜面、14日には、樹永2年10月戦時を下して、東海、東山領土諸国の事実上の支配権を与える。吉中は、 最国で苦戦を続けていた。ウルー10月1日の水島の戦いでは、兵士軍に惨敗し、有力武将の八田の力を、運の行広を失う。戦線が、降着状態となる中で吉中の耳に飛び込んで、来たのは、頼朝の弟が大将軍となり、数万の兵を率いて上落するという情報だった。驚いた吉中は、兵士との戦いを切り上げて、十五日に、 少数の軍勢で帰郷する。二0日、義仲は君を恨み立て祀ることに過剰として、頼朝の上落を促したこと、頼朝に戦時を下したことを挙げ、生涯の遺恨であるとご白河院に激烈な抗議をした。義仲は、頼朝追悼の戦時ない死後教書の発給、芝義弘の兵士追悼士への起用を要求する。義仲の敵はすでに、平氏ではなく、 よりともに変わっていた。19日の源氏一族の会合では法王を報じて関東に出陣するという案を出し、26日には幸福寺の首都によりとも討伐の命が下された。しかし、前者は雪家、時三長の猛反対で潰れ、校舎も首都が勝因しなかった。吉中の指揮下にあった京中守護軍は画界状態であり、 義仲と雪家の不和も、公然のものだった。11月4日、源義経の軍が、布ノの,の席にまで達したことで、義仲は、頼朝の軍と私有を決する覚悟を固める。一方、頼朝軍入京間近の法に力を得た、後白川法王は、義仲を京都から放築するため、義仲軍と対抗できる戦力の増強を図るようになる。ヨシは、 義経の手勢が少数であれば、入教を認めると妥協案を示すが、法王は、延暦寺や恩城寺の協力を取り付けて、総兵や、石投げの不老民などをかき集め、堀や柵を巡らせ法従寺殿の武装化を図った。さらに、義仲寺にへの摂津源氏、美の源氏などを味方に引き入れて、数の上では、義仲軍をしのいだ。 因側の武力の中心である、源の行家は、重大な局面であったにもかかわらず兵士追悼のため、刑を離れていたが、圧倒的優位に立ったと判断した法王は吉中に、対して、最後通帳を行う。その内容は、直ちに、兵士追悼のため再稼せよ。因前に背いて、頼朝軍と戦うのであれば、戦時によらず、吉中一心の資格で行え。 もし京都に投入するのなら、謀反と認めるという、義仲に、弁解の余地を与えない、厳しいものだった。これに対して義仲は、君に背くつもりは、全くない。頼朝軍が入京すれば戦わざるを得ないが、入京しないのであれば、最国に下校すると返答した。九条金金は、義仲の申し状は、穏便なものであり、 陰中の御用人は法にすぎ、王者の行いではないと義仲を擁護している。義仲の返答に法王が、どう対応したのかは定かでないが、18日に、後鳥羽天皇、主覚方神皇、炎慶方神皇、天台座す、明雲が、御所に入っており、義仲への武力攻撃の決意を固めたと思われる。11月19日、追い詰められた義仲は、法従寺伝を襲撃する。 因川は、時光長、公共不死が奮戦したが、吉中軍の決死の猛攻の前に大敗した。吉中の子卒は、御所から脱出しようとした、御白川法王を捕獲して、歓喜の声を上げた。吉中は法王を五条東動員の摂政帝に、遊兵する。この戦闘により、妙運や遠慶方親王が戦死した。九条金金は、 未だ騎手構想の核のごとき何に相符を聞かずと、外端している。義仲は、天台宗の最高の地位にある僧の妙雲の首を、そんなものが何だと川に投げ捨てたという。20日、義仲は五条瓦に、三長いか百余の首を晒した。21日、義仲は松戸の元房と連携して、世間のこと松戸のに申し合わせわせ。 舞こ沙汰をいたすべしと明二22日、元房の子、鹿を内大臣、摂政とする、区靴政権を受立した。平家物語は吉中が元房の娘を強引に、自分の妻にしたとするが、実際には、復権を目論む元房が吉中と手を結び、娘を嫁がせたと見られる。11月28日、新摂政 松戸の鹿が下し踏みを出し、全摂政、この絵元道の毛量八十余奏を吉中に与えることが決まり、中納言、藤原朝賀大家十三人が開館された。十二月一日、吉中は陰を馬屋別頭となり、左馬頭を合わせて、軍事の全権を掌握する。十日には、源の頼朝追悼の陰長下し踏みを発給させ、形式的には、 官軍の定裁を整えた。平家物語には、義仲が幼い頃からクラークを共にしてきた、友江御前との別れ、今井金平との語らいを友江や金平の義仲へのお互いの苦しいいたわりの、気持ち、美しい主従の絆が書かれている。樹影三年一月六日、鎌倉軍がスのマを越えて、美濃国へ入ったという噂を聞き、義仲は、恐れおののいた。 15日には自らを、政党大将軍に任命させた。兵士との和睦工作や、後白河法王を伴っての北国下校を模索するが、源の乗りより、義経率いる鎌倉軍が、目前に迫り改戦を余儀なくされる。義仲は、京都の防備を固めるが、法王遊兵に始まる一連の行動によりすでに、 人望を失っていた義仲に付き従う兵はなく、内川や瀬田での戦いに惨敗した。戦いに敗れた義仲は、今井金平ら数名の部下と共に落ち延びるが、20日、大見国合わずで討ち死にした。九条金真は、義仲殿下を取る後、六十日を経たり、信頼の前勝と比するに、なおその番期を思うと評した。去年31、 吉仲が戦死したとき着難、吉高は、頼朝の娘、大姫の婿として、鎌倉にいたが、逃亡を図って撃たれた。吉仲の家系は耐えたとされるが諸説あり、戦国大名の基礎氏は、吉仲の子祖の自称している。鎌形八万宮引群嵐山町鎌形1993もより東部東上線武蔵嵐山駅、基礎吉仲うぶゆ。 清水鎌形八万、宮本殿石段右、石碑に、国事日付イコール旧歴大津市吉中寺の境内に、ある吉中の墓。ありがとうございます。